連合軍陣営はカグヤたちを救い出し喜びに沸いていた。だが縮小の雰囲気を一変させる急報が入る。アースガルズの神オーディンの配下ロキが攻めてきたという。アテナ、アレス、ゼウス、オーディン、そしてロキ、次々と現れる神に戸惑いながらも連合軍は出撃。ロキに狙われている幼稚の守りを固める。防衛軍には真田幸村の姿もあった。ダッキと手を組むロキを倒せばペルセウスを救えるかもしれない。幸村は静かに闘志を燃やし戦に挑む。ロキたちの勢いは凄まじいな。こちらが防衛体制を整える間もなく包囲を狭められてしまった。敵には英雄たちもついているようだ。一体何の理由があって？ダッキが口走っていたオロチの名も気になります。神々はあの魔王をどうするつもりなのでしょう。気になることは多いですが、今はこの地を守ることに集中しましょう。はい、ペルセウス殿にも会えるといいな。完全に包囲されたか。だがこの地を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。だが一体何者なのだ。腕輪の力を引き出せる幸村殿のドッキリ。じゃ彼ら一人を失うわけにはいかん。ええ、そして総大将である劉備殿も私たちにとって欠かせぬ存在です。心得ました。御前、愛と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。もっと激しい攻撃、もっと力があれば押し返せるのに。銀平殿、反撃の機は必ず訪れる。そう信じて今は耐えましょう。叶う相手じゃねえか。族殿、行け。出てきた奴らを蹴散らしてみせろ。わずかな金で言うことを聞く。族とは便利なものだ。敵が多い上に族の相手まで愛の力を試されているようですね。ヤツらはあの地をよりどころとしている。その望みを断ち切ってやればもろかろう。すでに忍びを潜入させてある。悪はうちより撹乱するの。内部に敵の手がある。いかん、直ちに排除するのだ。お前も悪どい手を使う。おかげで攻めやすくなった。兵の策も相当なもの。自軍の消耗なくして敵を削ったんだからな。おやおや、軍師たちがしのぎを削っておりますね。ですが、この陳光大の出番にはまだ早い様子。緑殿、時が満ちるまでしばし、しばしご辛抱。緑殿。俺は誰の指図も受けん。倒したいように倒し、叩き潰す。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。は、頼もしき同志を得て私は幸せだ。もしやと思ったがペルセウス殿の姿もないな。ご無事であればいいな。無事に決まってます。
ペルセウス殿はいつ帰ってきてもイオンに敵を追い払いましょう。銀兵殿、あなたの言う通りだ。命に代えてもこの地を守り抜いてみせん。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。なんと呂布殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの鎮光台、転んでもただでは起きませんぞ。呂布殿が抜けてきた道、あそこから進軍できるかもしれない。この俺に策などいない。最強の具で打ちのめしてやる。なんという闘志。真田の戦、ここに示さん。私だって負けません。この地をみんなを守らなきゃ。おう、共にいざ参る。俺の前に立つよ。楽しめ。追いかけ。見せてよかった。敵の勢いも弱まったみたい。銀兵殿、今こそ好機です。いざ、呂布殿の来た道をたどり、敵陣へ切り込まん。おや、お出ましか。ここは私が相手をしよう。これほどの敵が一瞬で罠だったか。でもあの敵普通の人じゃないような。狐を乗せた人を倒せば消えるかも。竜となる君だ。とどめだ。雪村殿、銀兵、兄様、この地は必ず守り抜こう。彼らこの道を切り開いてくれるでしょう。雪村たちであれば問題ありますまい。我らは守備に専念しましょう。あなたが我が族の大将か。容赦はいらないな。私の術をこうもたやすく破るのはね。ここはひとまず引いておこう。門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい、どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。そんな。おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。ペルセウス殿が敵だったなんて、私たちずっと心配していたのに。ああ、君たちの元から疑われずに去るだと思ってダッキと一芝居打ったんだ。そちらにいた目的は腕輪を探させ使わせること。全ての腕輪を見つけた時点で用は済んだからね。今日はただの挨拶だ。この辺にしておこう。次に会ったら容赦はしないがね。
ス殿。そんな。銀兵殿、気を確かに。今は敵に囲まれている。この七を抜ければ。これは総大将を撃つ策もならん。しかも敵の包囲は一層強まってしまった。すでに我が術中、新皇代の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。皇上はいい。貴様らの相手、鬼神の娘が務めよう。あなたを倒し、皆でこの地を脱してみせる。もはやこの地を捨て逃げるしか。その態度すら我々には残されていない。うろたえ者、門前の敵を撃てば結露は開けましょう。門は開いたようです。先を急ぎましょう。逃げる。火種は完全にもみ消さぬ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。あれ、大変、敵がたくさん。忍びと賊が一斉に。率いている者を倒せば皆散るかもしれません。礼八、これにあり。加工料だ。出会ったことを後悔すると。あなたこそ天下無双の強者です。剣に立てつき世を乱す火種、つけそう。勝ちにこだわる必要はない。忍びも族も戦意を失ったようだ。あ、門が開いた。これで残っていたみんなも撤退できますね。剣山、おお、道が開けたか。雪村殿に続き、この地を脱するぞ。正式を待たせるなんていい度胸。福栄か、真田の槍で貫くまで。私だってもう福栄くらいで驚きません。この私こそ英才の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておけ。礼八、これにあり。策の練り直しだ。私の経歴に傷をつけた。次は許さん。どうにか突破できたか。はい、ちょっと体が痛いですけど。いかな窮地にも揺らがぬ心、見事ですよ。てると思ってんのか。リュウとなる君だ。とどめだ。この俺、これで勝ったと思うなよ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。あら、ここまで逃げてくるなんてやるじゃない。ご褒美に
いたぶってあげちゃう。ダッキー、一体何を企んでいる。オロチはこの世界にいるのか。教えてあげない。でもきっともうすぐ会わせてあげられるわ。はい。人使いの荒いことだな。呼ばれた以上相手はそれ。ここで強敵と。あの人、変な術を使われたらどうしよう。A8、 これにやる。生命さん、手を抜かないでちゃんと戦ってよね。ごまかそうったってお見通しなんだから。はいはい、ずる賢いキツネは扱いづらいね。それはどっちのことかしら。ユキムラ殿、頼む、皆のために力を振り絞ってくれ。プロタイプはなりません。義と愛の力を信じるのです。お前たちならできる。私はそう信じているぞ。ユキムラ、感服いたします。A8、 これにやれ。タイムは確保できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。することができたか。我らの血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。仲間か、ペルセウス殿。幼稚は奪われたが皆が無事でよかった。しかし信じられません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿が私たちを騙して、しかもアースガルツの腕輪を使わせていたなんて。私たちはオーディン降臨という目的を果たすための駒だったのですね。ええ、彼は腕輪を世にばらまいて奪い合わせ、ゼウスに対する危機感を煽り戦いを激化させた。戦いの中で強い決意を持たねば腕輪は反応しませんからね。一体どこまでが本当でどこまでが嘘だったのだ。それはわからない。だがオリンポスとアースガルズ双方が敵である状況に変わりはないだろう。情報の真偽はともかく、アレスもロキも私たちと話し合う気などない。服従しなければ消される、それだけだ。確かにその通りですね。今は双方への守りを固めつつ、ゼウス降臨を目指して戦い続けるしかありません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿、またすぐに戦わねばならないのでしょうか。よしよし、うまくいったな。アレス軍の石田三成という将が連合軍の領地に迫っているようだ。神々や秀吉の姿は見当たりません。敵は少数のようです。妙ですね。左近殿は三成殿が楽しそうではないと言った。戦いが本意でないなら
主である秀吉殿、そして神の目がないのに動くはずはない。ならば一体なぜ？うちの殿に何か考えがあるのは間違いない。古の天才軍師にこんなことを言うのもなんですが、諸葛亮さん、今回は一つ俺を信じて指揮を預けちゃくれませんかね。そうですね、わかりました。あなたの軍略期待していますよ。無双の部、ここに極まれり。私こそ真の三国無双だ。よし、うまくいったな。連合軍はロキの激しい追撃をかわし無事に退却する。だが彼らの表情は硬いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスに着く石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な行軍、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいねさて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。二方面より進攻し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股さ、
どこを上げてやんぜ。おや、年上さん、まっすぐ突っ込んできましたか。ここは孤立させちまいましょう。これがおとりになって年上さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。引こうとならばいかな。なん今日もしのいよう。年上殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ、清正。ここは勢いが勝負だ。年上さん、あれじゃ狙ってくれと言わんばかりだ。これも殿の指示。いい働きをしましたね。私も奮起して答えましょう。おい、三成、どういうことだ。レオ様の命もないのに、なぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦う。なんだこの頭でっかぜ。バカにしてんのか。後で怒られたら全部てめえのせいだからな。お前の地位日々磨かれているな。つまり何を考えている。策の練り直しだ。さあ今です。門を閉めてください。清正たちの真実を告げぬとは。三成、お前も厄介な将軍だ。あいつらがどう思おうと知らん。そんなことで策を台無しにはできんのだ。孤立しちゃったか。これじゃどうにもなんねえ。おや、いいんですか。それじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。はぁ、惜しいよ。だから言ったんだ。水なり、さっさと救援するぞ。行くな。ここで動いては敵の思うツボだ。何だと。てめえ何言ってるか分かってんのかよ。槍の又田さんを見捨てんのか。総大将は俺だ。黙って従う。さあ、どっからでもかかってきやがれ。ここ見せてやろう。お師匠さんの窮地にも動かないと。つまり何か別の狙いがあるんですね。三成殿は以前より納得のいかぬ様子でした。殿の信仰も本意ではないのかもしれません。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。ここまでが俺の負けだ。いるなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込めるさ、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもはまるとさすがに拍子抜けですね。なんだよ、嘘だろ。マタタさんが下るとかガチでありえねえ。年上殿、秀吉様を裏切いるのですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方だ。秀吉も分かってくれるぜ。年上殿が下ったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺が神狩りを務める。義経、頼んだ。清正、正則、引くぞ。待て、三成。義経やべえだろ。
とどめだ。こんなにいいんだぞ。うちとなりにすんのかよ。俺たちが無事引くためのしんがりだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。敵が突入してきました。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。あっバカ、やはりこうなったか。さすがです。その調子でお願いしますよ。月意、嬉しそうですね。虎戦車のことでも考えているのですか。はい、ケーネ様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうね。一方が敗れれば一方が包囲される二方面作戦。こうなることは見えていたはずなんだ。撤退する口実を作るための武人のようになりますね。そしてその通りになったと。まあお見事ですな。てさせるかよ。おしゃれ。こっちで気合い入れてくぜ。物ども耐えよ。ここが正念場だ。エースがありすぎて追い恥をさらすとは。義経も救えずにこの貴様か。俺が笑われてる場合じゃねえってのによ。清正も正則も逃げ延びて、あとはお前だ。早く行け。分かっている。おどめだ。そう、義経。残るは義経さん。さて真理を確かめに行く。頼もしきことに自分も負けてはおれぬ。共にいざ参る。はい、よい。敵将討ち取った。お見事です。私もあなたに習いましょう。しまうとはな。
成の後は追わせん。命を張ってお前たちを止める。そういう流れだ。なるほど、本気の勝負を。ではその流れとやらに乗るとしよう。太陽が槍にかけ、来たれ水流。力負けしているか。俺も負けな。降伏する。でしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。これでいいのだ。あなた方は殿に頼まれてわざと降伏した。神々に疑われず俺たちに伝言を託すために。そうでしょう。ああ、左近なら見抜いて乗ってくれると思った。三成の言う通りになったな。俺もあんな奴らの言いなりになるのはもううんざりだよ。だから三成の策に乗らせてもらった。秀吉様はアレスと約定を交わして手を組んだ。オリュンポスがこの世界を得た暁にはゼウスが神々の王として、そして秀吉様が人の王として世を滑ると。だが俺たちは奴らが何でこの世界を得ようと思ったのかも知らねえ。そればかりか、軍内にいる腕持ちの宗妃は腹に一物ある様子で秀吉に従いもしねえんだ。こんな状況でアレスの言葉なんか信じられっかよ。しかし神々の力は強い。無計画に逆らって秀吉殿を危険にさらすわけにはいかない。だから俺たちに助けを求めたってわけですか。話が早くて助かる。三成からの書状だ。読んだらあとは好きにするといい。時の流れには逆らえない。男をあげるぜ。よし、これは執着。殿に託されたのは宗妃さんの城の地図でした。どうやら城は豊臣領のすぐ近くにあるようです。そこを攻めればすぐに秀吉殿から救援が来る。なるほど、そういうことですか。ええ、そういうことです。ちょっと待って、さっぱりわからないんだけど。ああ、俺もだけど、分かってるやつに任せときゃ問題ねえだろ。うん、諸葛亮も納得しているようだし、今回は左近に任せるのが良さそうだな。我々は指示に従おう。ありがとうございます。殿の頼み必ず果たして差し上げますよ。申し上げます。人間が怪物を従えて神の軍勢と戦っているとのこと。怪物を従えるか、妙な連中のようだが、低下した方がいいな。
それにもう一つ気になる報告が。怪物と協力している軍の中にはやたら派手で腕の立つ大男もいるそうです。なんだと。こいつは俺が行ってみるしかねえな。おい、準備を頼む。はっ。戦場を混沌で染め上げてやろう。おや、お前さんも顔を隠し。そうだな。おかげでよく。わかるよ、あっしもそうだからね。けど。ああ、人が見える。おや、声色が柔らかくなったね。隙を見せればすぐに暴きにかかる。おやおや、そう警戒しないでくれよ。あっしもまっすぐ俺を見たいと思ってるのは分かった。はいよ、任した。突然話しかけてすまない。君は戦乱の世において情に流された者の末路は大抵悲劇だ。だから君も気をつけた方がいい。忠告ありがとうよ。だが人間すぐには生き方変えられねえだろう。俺みたいな凡人ならなおさらだ。だったらよ、大切なもん抱えながら苦しみ。いや、すまない。俺と同じような悩みを持っている。なあ、だから急にあんなこと言ったわけか。ま、お互い頑張って生き抜こうじゃねえか。亮斗、お前三節棍を使うのか。ああ、俺にはこれが性に合っててね。それがどうかしたのかい。いやさ、すげえなって思ってよ。秀吉も器用に三節棍を使ってんだが。利家、あんたまっすぐな性分だろ。状況に合わせてあれこれ考えるより。え、まあかもしんねえな。こういう武器はその手の人には向かないね。逆に俺にはあんたほど、いや、まあそれぞれ得意なものがあるってわけだ。なるほど、そうだな。おい、お断りだね。そんなところ人に見せられるかっつうの。だろうな。ここは俺もお前と同じ口だ。んじゃその腕前。孫策、お前は三成に似ているな。三成ってあれだろ、腕は持ちのあいつだろ。真面目そうで。ああ、俺の友だ。仕方のない奴が俺に似てんのか。そいつは面白い。ん？待てよ、そういや周囲が言ってたな、君は全くどうしようもないなって。あと仕方のない奴だが、それでも支えたくなる、そんなところだな。三成にはお前がいて、俺には周囲がいるってことか。なるほどな、確かに似てる気がしてきたぜ。なんだかお前とはうまくやれそうだ。これからよろしくな。私こそ真の三国無双だ。